というわけでですね、ですね、とりあえず胴体部分を編みました。はい、胴体部分編みました。ちょっとね、これで見てわかるかと思うんですけど、首がね、ここにつくんだけど、ここ少しこういう感じでね、ちょっと形がこう普通にまっすぐにするとなんかちょっとつまらんっていうかね、こうなんか牛っぽさをちょっともうちょっとこうやって出そうかなーなんつって、ちょっとね、体の形をちょっとリアルに近づけてみました。はい、これはね、今ね、これでどうしようかっていうとね、まだ綿入れてないんです。でね、なんで綿入れてないかっていう理由がちゃんとありまして、っていうのはですね、ちまちま昨日の夜ちょっとね作りました。はい、尻尾です。尻尾こんな感じで、これね、どうやって編んだかっていうと、スレッドコードね、スレッドコードで10目ほど編みました。はい、で先っちょにこう、なんつうの、こう2本ずつこう、なんつうの、こう通してこうくるんでやって、キュッキュッって止めるやつね。普通に先っちょにこうやってね、毛の部分ちょっとこうやって出てるからね、牛ってね、止めて、でここ2本出してあります。これ何するか、これね、尻尾つけます。先にこれ中にね、綿入れるから、綿入れる前にもう入れて結んじゃおうと。その方がなんかちょっとほら確実っぽいっていうかさ、なんか収まりが良さげじゃない、なんかと思って、こんなことを してみようと思ったわけですが、うまくいくんでしょうか。でいつもだったらもう綿入れちゃって、その後に適当になんつうのかな、入れてグニグニやって適当に止めるんだけど、でね、ちょっと位置を考えないといけない、位置をちゃんと考えてやらないといけない。でまっすぐここの部分が下に来るから、そうするとまあそうだね、こうだね、ここの真ん中につければいいかなと。あ、まあ、でもまあ結構適当なんですけど、適当と言いつつもちゃんとつけるみたいなね、こうつけて通しと。でもう一個の方もちょっとね、ちょっともしあのパソコンの音がうるさかったらすいません、ちょっとパソコンつきっぱなしで今日ちょっとやってるんで、ブブブーってブブブっていうか、ブーっていう音がねちょっとね聞こえるかもしれない。よし、でこれで入れて、でこうちょっとね、どこ入れた、こう入れたから、この隣のここだね、ちょっとね、糸じゃない、入れる場所を考えて、こんな感じで、どこの場所的にはね、こういう感じでね、の上の方に、お尻の上の方にこうつける感じかな。で位置ちょっと確認してね、こうどんな感じか。ちょっと一番端っこにつけたんだけど、どうかな、上すぎたかな。まあでもこんなもんかな。でもふにゃーんって上に上がってくんね、これちょっとこんな、牛の尻尾ってこんなに立つっけ。でもプルンプルンってやるよね。少し緩めた方がいいかな。少し緩めたらいい感じ。そうだね、あんまりきつく締めなきゃいい感じかなね。どうよ、尻尾でお尻の穴が隠れてて、おしっこするときジャーって出るって感じだね。牛がおしっこしてるとこ見たことある、みんな。うちはね、昔ね、おばあちゃん家のね、田舎のおばあちゃん家のね、目の前がね、目の前に牛いたんだよね。で牛いて、でそのおばあちゃん家のその庭の敷地とさ、こうなんていうの、少し1メートルぐらい場所がやっぱり取ってあって、牛が放牧されてるか、そっちかって、そうそうね、行くとね、一応こうなんつうのかな、こう直接牛に触れないように 1メートルぐらいこう間が空いてて、そこにこうやって柵があって、ここは なんつうの、あのしなんて言ったらいい の干渉地帯みたいななってて、でも直接触りはしなかったんだけど、こう牛をね覗きに行くとね、牛たちも寄ってきてね、顔出してくんだよね。でよくそれで牛となんていうのかな、触れ合いすることはないけど、でも何気にこう戯れるみたいな。でそれでよく牛がね、おしっこしたりうんちしてんでしたりしてるのね、ちょっとよく眺めてたよ。すっげえなーと思って牛がおしっこしてるとき近寄りたくないなみたいな。すっごい勢いでするからさ、もうさ、なんつうのかな、昔こうやってさ、ほらなんつうの、ポンプでさ、こうやってさ地下水汲み上げるシステムあるじゃない。水道ってこんなもんだけど、水道じゃなくてさ、そのポンプってこういうぐらいの太さがあってさ、そっからジャーって水出てくるでしょ。あんな勢いってか、あれよりすごいよね、もっとすごいよね。このぐらいのおしっこがうわーってすごいなって子供心に思ったね。あれだって近い、近く行ったら絶
対あれだよね、跳ねるよね。文句もすごい勢いでしてたよね。懐かしいな。あれはでも、なんだろうね、乳牛だったのかな。乳牛だったのかな。多分乳牛だよね。そりゃそうだよね。だって食べやしないから、食べたらだっていなくなっちゃうからね。そう、乳牛。なんか、どうよ、これ。ちょっと、尻尾立ったままなんだけど、どうする？ね、皆さんどう思います？これ。ちょっと、結構あ、これでいいか。緩ましたんだけど、こんな感じ。どうよ。あ、まあ、いいか。立ってて可愛いっちゃ可愛いよね。元気だなぁ。ここでいいかな、位置。もう一段下の方がいいかな。どうかな。もう一段下。もう一段下だと、ちょっとずらした感覚だとこうなるんだよね。もう一段下がいいかな。どうだろう。なんかちょっと、あれだな。なんかちょっと、納得いかないな。まあいいか。ちょっと垂らすか。ちょっと垂らしたらいいんだ、こうやって。あ、はい、いいです。ちょっと垂らす感じで、こんな感じになりました。じゃあね、ちょっとね、今ね、止めたんで、もうこれ、このままでいいや。このまま突っ込んで、また入れます。で、最初は、なんか、なんていうの、安定感があるように、これが頭だからね。で、頭が重くなってこうならないように、安定感にこっちになんか重みに入れた方がいいのかなとか思ったんだけど、でもあんまりさ、なんかさ、ぎゅうぎゅうに詰めて重くしても今度足の方が弱くなっちゃったら嫌だなと思ったので、適度にちょっと入れます。はい。で、まあちょっと網猫とかと違って、なんていうのかな、こう座らせたりなんだりっていう必要はないので、もう綿だけでね、あれもあるけど、ビーズっていうか、中に入れるビーズみたいな、なんて言ったっけ、ペレットかあるけど、ペレットは今回使わずに、用意はしてどうしようかなと思ったんだが、まあ今回使わずに。こんなもんでいいか、尻尾。だってね、ここ、一番上から出るよね。いいやいいや。なので、こんな感じで、綿をさっさと入れて、チャカチャカチャカと。入れていきますよ。ちょっと。体がでもね、いくらか、少しはしっかりした方が、いいかもしれないから、そこそこのね、張り感があるような感じで入れていくけど、でも網猫とは違うんで、まあね、ふにゃふにゃにする必要もないかなと。なのでちょっと割としっかりめにね、入れていいかなと。こんな感じでいいかな。こんな感じ。はい、こんな感じかな。と、こんな感じなんですけど。で、頭が。こうか。こういう感じ。こういう感じにつく。どうする？もうつけちゃう？頭。頭つけちゃってもいいけどね、これね。つけちゃおうか。ね。つけちゃおう。で、どっち側が長く取った？頭だね。これちょっとしまいます。いつも両方をね、これちょっと、あれして、結局片っぽ使わないみたいな感じだけど。ちょっとハリハリ。もうあれですよ。着々と完成に近づいてる感じがするんだけど、全然そんなことない。しかもね、あれですよ。頭とかつけるの超適当なんで、こう、こう、ちょっと位置だけ確認して、尻尾の位置が真ん中、それだけ、こう、こういう感じ。そうすると、ここだから、ここ、はい。まあ、こういう感じ、適当。で、こういうのってさ、ちょっとぐらいさ、なんかこう頭がひねっていてもさ、ちょっと可愛いかなっていう感じがあるんで、これはね、こんな感じで適当に止めてっちゃおうかな、みたいなね。どんどん止めていきます。上下だけ間違えないようにしないとね、ここ、こうやって、こうなってる方が上の方でね。こんな感じで止めていきます。よし。ちょっと待って、なんか変な風に止まらないようにしないと。ここを止めてるから、こう入れて、こう入れて、というわけで、こんな感じで、頭がつきました。どうすか？思ったよりね、ちょっとね、体が長くなったっていうか、
頭が長いんかな。そんなことないか。大丈夫だね、きっとね。はい、こんな感じで頭と体がつきました。はいはい、どうよ、ちょっと牛っぽくない？わかんないって、まだわかんないって。でもなんとなくそんな感じになってきたでしょ。ちょっとね、うんうん。というわけでね、次ね、足とかを作っていこうと思います。で、足、はい、なんかちょっとパソコンがうるさくなりそうですな。ほら、来た、パソコン。はい。でね、足はね、これちょっとよく見て分かると思うんだけど、後ろ足が若干長いんだよね、牛ってね。なんとなくね、ここがこう、ももがこう本当は来るじゃん、こうやって。で、前足があって、体がこんな感じだからね、なんとなくね。なので後ろ足をちょい長め、一段ぐらい多くして、で、前足をここつけて、それちゃんと立つかいな。頭重くない？頭重くないといいんだけど、大丈夫かな。どうしようか、頭重かったら。頭重かったら困っちゃうね。前足をちょっとこういう感じでまっすぐつけるかな。まっすぐっていうか、こういう感じで少し斜めって前に出るような感じでつけて、後ろ足はちょっとまっすぐになるかな、どうなるかな、わかんないけど、まあまあまあ、ちょっと作ってみる。作ってみます。で、作り方、これね、もうね、研究しました。はい、研究しました。普通にね、はい、作っていきます。4、5、6。でも結構ね、こういうのってさ、なんていうのかな、時間があったらもう一日で余裕でできちゃう感じだからね、ささっと作れてすごくいいなって感じなんだけど、自分でオリジナルで作ろうとすると、ここが何名、ここが何名ってやらなきゃいけないから、結構それが出来上がるまではちょっと時間かかるっていうかね、うん。でも大体それができちゃえば、もうあとはもう、だって2時間ぐらいだったら、あめちゃんじゃない、全部これ分かってたらもうね、うん、パーツが小さいし、そんなに数もないし、だからすぐ1、2、3、4、5、6編めちゃうと思うんだけど、でもね、楽しいよね、やっぱり自分のその、なんていうのかな、デザインっていうか、自分で絵描いてこんな感じっつってで、そっから導き出すっていうね、もうそれはそれでまた楽しいなと。でもね、牛をね、編むのは初めてなので、ちょっとね、うまくいくか分かんないけどね。だからまあ、うまく編めたらいいなみたいな。ちゃんと立つかどうかね、ちょっと編んでみなきゃ、足つけてみないと分かんないしね。バランスが悪かったらどうしようと思うんだけど。いやー、今日何日だ、もう22、そうね、22日だわ、とうとう22日。クリスマスが終わった後、もう一回ね、ちょっと年末までの間にもう一回ちょっとパイに行こうかどうしようか、ちょっと迷ってる。なぜ迷ってるかっていうと、正月用の、なんていうのかな、準備が何もできてないっていうか、そのいつもはなんかちょっとやっぱりいろいろ買って、ちょっと正月の料理っぽくね、なんかちょっと作ってみたりもするんだけど、あれですよ、おせちとかもね、前は作ってたんだけど、もうここ2年ぐらいでも作るのやめちゃったな、うん、やめちゃったけど、やめちゃったっていうか、なんかめんどくさくなっちゃった。面倒って言っちゃいけないんだけど、いや、おせち料理もね、前はね、ちゃんと作ってたんですよ、うん、作ってたけど、なんか買い物するのがやっぱ一人でね、買い物しなきゃいけないんで、ちょっと大変でね、去年はなんか作るのやめちゃったな、去年は作ってないな、今年どうしようってか、だからそれをね、どうしようか考えてて、今年は何か作るかなって言って、でも何にも準備ないから、作るとしたらまた買い物行かなきゃいけないから、それでどうしようか迷ってんだね。作るとなったら行かなきゃいけないし、かといってなんかあれなんだよね、もう年末にさ、このギリギリの時期に行ってもさ、なんか欲しいものなかったりするからさ、日本の製品とか特にね。というわけでね、そういうものはもうね、日本からね、買ってきてあって、保存できるものは保存してあるんですよ。例えば黒豆とかね、そういうのはね、あるんだけど、黒豆はね、この時期パイに買いに行くとなかったりするから、結構みんなもう売れちゃって、だから時期外れにある時に普通に買っとくとかね。でもまあ日本から大体買って帰るんだけど、とにかく黒豆ぐらいは煮たいわけですよ、やっぱりね、黒豆好きなんで。
なので黒豆は煮ますけど、あと小豆も煮るけど、でお餅はまあこの前買ったのがまだ美味しい、なので全然 OK なんですけど、それ以外のいろいろねお料理ねしようかどうしようか、ちょっと皆さんおせちどうします？今年クリスマスの話題の後はもちろんお正月の話題ですからね、どうすんだろうってね、みんなね、おせちね、おせちっぽいのを作るかどうしようか、それを考えてますが、はい、じゃあね、これ3段、とりあえず3段編みました。で、ここ色変えます。これどうしよう、後ろ、前、前足、後ろ足、後ろ足で、こうちょっと色を変えて、で、こう入れて、で、止めると、とりあえずね、はい、止めて、で、キュッキュッと引っ張って、キュッキュッと引っ張って、で、ちょっとこれを切っちゃいます。はい、はい、いや楽しいわ、いや楽しいわ、このなんていうのかな、編みぐるみ系ってのはあれだね、やっぱなんか楽しいね。で、あとはもうこれずっとこの太さでずっと説明すると、6目で始めてでしょ、普通にね、6目の円で始めて、細編みでね始めて9目に増やして、でそのままずっといきます、この太さでいきます、9目です。いや、しかし最近もうなんかこっちはすっかり天気がね良くなくてね、もうね、いや晴れの日ももうどん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 なくなるのかしらね。冬はね基本天気悪いんでね、こっちはね、昨日も今日も雨なんだけど、ね、もう雨降っちゃうと本当がっかりな感じだよね。朝起きてこう、ああまた雨みたいな。でもね、冬はしょうがないよね。冬はだからね結構あれですよ、こっちはね、みんな気が滅入る人がね増えるから、結構イライラが、イライラな感じが皆さん溜まってるんじゃないんでしょうか。ちょっと数えます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,OK。 社内もね、そんなあんまり天気に影響されないように楽しく過ごしたいと思ってるんですけどね、とりあえずだからね、外出制限が解除になったんで、まあそれだけでももういいやということで、それはなんか素直に喜んで、ちょっとね、出かけたい気分になったら、まあ、遠慮なく、出かけようかなと思ってはいるんですが、なんかほらイギリスでね、なんか変異株が見つかってどうのとかってね、感染力が高いとは言ってるけど、ただあれもね、感染力が高いって言ってるだけで、そのなんていうのかな、その重症化するかどうのこうのっていう、その辺はなんかまだあんまりはっきりしないみたいなんでね、あれなんだけど、友達がね、いるんですよ、ロンドンに住んでるのがね、住んでる子がねいるんだけど、もうなんか最悪みたいな感じみたいよ。あちらさんはやっぱりこのクリスマスの時期にね、あれだからね、外出制限だから何もできないみたいな感じになっちゃうだろうから、どうするんだろうって感じだけど、あと他はね、オランダとかドイツとかのなんかね、あれだけどね、そんな中フランスは、解除したわけでございますですけど、まあ減らんだろうきっと多分私の予想する感じだと、これはなんか減らずに結構ダラダラとこの今のこのちょっと増えてる感じの状況が続いていくんじゃないかと、しばらくね。でもみんながもう限界だっていう感じなので、外出制限はこれ以上難しいのではないかと私は、希望的観測で、考えております。ね、はっきり言ってね、自粛っていうか、そのなんていうのかな、その外出規制、外出禁止っていうか、なんていうの、外出制限か、外出制限をしてもあまり意味がないと思うよっていう感じ、私的には。なぜなら、なんていうんだろうな、もう基本的なさ、その気をつけ方っていうのかな、感染しないようなその気をつけ方っていうのが、なんか結局
なってないっていうか、その分かってないっていうか、だから結局いくら外出制限とかって言ったってやっぱり日々必要な買い物とかはするじゃない、うん、そういう時にそのなんて言うんだろうな、その出かけたりするとどうしても他人と接触、またはその家の中になかったものをこう家に持ち帰ってきたりするわけじゃない、うん、だからそういうところでそのなんていうのかな、ちょっとやっぱり甘いのかな、なんかね。でそれでなんか人との接触をなんていうのかな、そうやって極力避けてもやっぱりなんだろう、うつるときはうつるよっていう話なんだよね。でそれでなんでこんなにこっちがそのうつるかっていうと、やっぱり基本手洗いだったりとか、そのうがいとかね、あとはそういう部分が足りないんじゃないの君たちっていう、そういう気もしなくもないっていうのが私の感想というか考えというか感覚というか。だってさ、例えばバッグとかあるでしょ、あとはそのなんていうのかな、その食べ物が入ったそのデリバリーをしてもらったその食料品が入ってるバッグとかあるでしょ、そういうの普通にその床置きしちゃうんだよね、やっぱりね。そういう感覚はやっぱりほらもともと持ってるから。でそういうのってなかなか癖だから治らないんだよね。で結局でそういうのをなんていうのかな、この床に置いたものをテーブルの上に置いたりするわけよね。だからそういうな習慣みたいなものはいくら手洗ったって、そのなんていうのかな、そういうところでやっぱり抜けてるっていうかあるんで、なんかね、だからそれ分かんないよ、そのバッグがね、そのバッグこう床に置いたバッグにウイルスがついて、それが上がってきてテーブルの上に乗っかって、でそれがあのそこに手を触れてそのまま食事をして、それで感染とかねなるのかどうか分かりませんよ、本当に分かんないけど、でもそういうなんて言うんだろうな、なんていうのかな、その気を使い切れてない部分っていうのかな、うん、なんかそういうのが普通にあるよねっていう感じがするんで、だから例えば非接触でそのデリバリーしてもらって、その出前ね、出前してもらって、で非接触であの物を置いてきますよって玄関に置いてくって、玄関の床のとこ置いてかれたら気持ち悪いわけよ、やっぱりこっちとしてはさ。例えばね、だからそういう感覚がもうすでに違うっていうか、日本じゃしないでしょそんなこと。普通に置くとしたら出前食べた後のあの蕎麦屋のあのお盆をその外の玄関のところに置いとくぐらいの、食べ終わったものは置くけど食べる前のものって基本的に置かないよねっていうさ。だからなんかその辺の違いっていうのかな、なんかそういう感覚的な違いっていうか、そのなんつうの、あのあれがあるんで、だからどんなに頑張ってもどんなに手を洗っても、ほらあなたそれ触っちゃったじゃないみたいなところがすごいあって、でうちの家事はその辺すっごいあのなんかしっかりあの私が教育しすぎたのかわからないけどその辺は全然問題ないんだけど、例えばそのね、なんていうのかな、その食事しましょう、手洗いましたっていうところでさ、例えばさ、あそうだこの前のあのお金なんつってお金触った後にそのままパン触ったりとかさ、じゃあちょっと待ってちょっと待ってみたいなさ、いやいや今お金触ったよねお金触ったよねみたいなさ食べる前に物触ったよねそういうものみたいな、そしたら手を洗おうよみたいなさ、なんかそういうところの感覚がやっぱりちょっとなんていうのかな、こうやっぱりこう行き届いてない感覚があるから、委員会するみたいなさ。でなんかパン買ってきたやつをさ、なんかそのままなんだろう、なんていうのかな、テーブルの上にボーンと置いてみたりとかしちゃうわけだからね、うん、さあこんな感じでいいんじゃないかな。 1,2,3,4,5,6 6段まで編みました。ちょっと短い、どうよ短い、これで6段まで編んだよ。私はね短いと思わないんだよ、ほら短いかな後ろ前6段っていいと思ってるの。あほらいいじゃん、こんぐらいで、あの短足の方がちょっと可愛いじゃん、うん、でこれ後ろ足どうするかっていうと、
半分だけ編みます。半分だけ、あ、ちょっとなんか閉じちゃった、指閉じちゃった、閉じちゃダメだ。で、半分だけ1、2、9目なので3、4、5目まで編みます。こんな感じ、このぐらいのしといて、のりしろじゃないけど、でこんな感じでね、でこう半分だけ編んどくと、こう牛の部分が高くなるから、お尻側にこうやってつけて、こういう感じ、どうよね、ほらそんな短くないっしょ、足このぐらいの方がいいんじゃない、ちょっと短いぐらいがね、ちょっとブサチンでいいんじゃない、これちょっとこれでちょっとあれだわ、入れるわ、これはね、ちょっと出しといて、はい、ピンセットで入れます。で、足はね、ちょっとちょっと固めに入れる感じ、ちょっとね、やっぱり強めにしておかないとね、頑丈にしておかないと、ちょっとね、この足で立っていただくんで、ギュッギュッと入れて、これはもう結構固めに入れます、足は。こんな感じでいいんじゃない、でギュッギュッとギュッギュッと、こうですね、はい、入りました、こんな感じ、はい、これで足がついたらね、立ってくれたらいいな、これ後ろ足ね、じゃあもう一個、はい、もう一個もう一個できてます、もちろんです。 1,2,3,4,5,6,7 はい、これで2個できました。これ後ろ足ね、これ2つね、なんかこっちの方が太いな、ちょっと緩めだったかもね、どうしよう、ムチムチに入れちゃったけど、もうちょっとこっちも入れとくか、あ、入る、大丈夫、もうちょっと入る、これぎゅうぎゅうに入れる、足はやっぱり立っていただかないといけないので、これで固く、ちょっと固めにする感じで、こういう感じでね、ちょっといいんじゃない、これでこういう感じで、こういう感じでどうすか、なんかちょっとあれ、ちょっと太さ違うな、足の中だちょっと違うな、おい、大丈夫、はい、ちょっとだいぶ違くない足の太さ、まあいっかまあでも大丈夫っしょ、はい、でということなんでね、実はね、前足ももう1個作ってあります、はい、2個目作ります。で、前足はこの後ろのこの部分がない感じでいいかなということで、この 1,2,3,4,5,6 段カラーの部分が、カラーってかこの色の部分がね、こっち下3段で、ここは6段ね、というわけでこれでもう一回編みます。はい、準備がいいでしょう、ね、こうやってね、1本先に編んどくとね、これだってもう試しで編んで、でそれでよかったらもうそのまま GO っていう感じなんでね、なので一応もう一個編んで、で6目から9目に増やすのはもうあれだよね、1でしょ、で普通は 1目に2つずつ入れてくじゃんね、輪するときって、だけどそれをしないで、もう1編んで、1目編んで、2目編んで、1目編んで、だから1目編んで増やし目して、1目編んで増やし目してって感じだよね。でここ増やし目、増し目、増やし目、どっちでもいいよね。でまたこう1編んで、で2編むと、でこれで9目、で3段目、で3段目はもうこの9目をそのまま増し目なしで編んでいくと、8、で9、
でひっくり返して3段編んだのでここで移動を変える。ここで移動を変える。キューッと引っ張ってキューッと引っ張って、でちょっとこれで引っ張ってキューッと引っ張って、で入れて、で全部をまとめて止める。はい、とりあえずこれ止まったでしょ。で切って、はい、いっぱいならこれはもう使わない、さよなら。はい、でじゃあね、これ続きをちょっとこの足を一本また編んでいこうと思います。